はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていくんですが、今回はこちらですね。12月25日限定クリスマス記念11連ガチャが、1回無料で引けますよというやつですね。じゃあこれ早速ね、引いていこうかなと思うんですが、こちらね、これじゃないな、これですね。クリスマス記念、25日の、1日ね、一回無料で引けますよということで、まあ以前からね、あるガチャではあったんですが、新しいサポカの方も、ピックアップの選択肢に加わってますよということで、どうしようかな。まあ、そうね、クリスマスちぎりと、一番新しいイサギと、新しいサポカ、まあこれでいいかな。ちょっとね、覚醒とかね、75で止まってて80にしたいやつとかも、あるにはあるんだけどね。まあしかもこれね、ピックアップで選んだやつ以外は出ないっていうタイプのやつなんで、まあ逆にね、3個だと、まあでも3個欲しいの絞れる方がいいはいいけどね。そうっすね。まあこの3つでいいかな。まあ強いて変えるなら、いや、このまま行くか。そうね、ピックアップはいじらないで行きましょうかね。で、とりあえず、ちょっとね、まあ、1日1回の無料単発の方から先に、行きましょう。まあ、ここで外れてくれるとね、逆に、今引いてたら外れてたかもしれないみたいな、身代わりにね、なってくれたと、思うことができるからね。はい、ということで、じゃあ本番行きますか。クリスマス記念の、超トレンドガチャですね。いきます。さあ、ごい。イサギっすね。まあ、国神のがいいけど、ここからバロー乱入もあるからね。行ってみましょう。乱入なし。さあ、金玉来い。変わらん。これダメなやつ。金玉4つ。さあ、どうよ。まあまあまあ、演出はちょっと死んでたけど、一個ぐらい変わってくれないか。さあ、ラストにかける。赤スパちゃん来るか。なるほどね。いやー、さすがにね、ちょっと周年と年末年始考えると、追撃はできないかな。いい感じにジェム溜まってきてはいるんだけどね。ちょっと引きたい欲もあるんだけど、赤スパちゃんだとね、だって 2.3% でこの3つのうちのどれか手に入るんでしょう。それはね、ちょっと引きたくなっちゃう気はするんだけど、まあでも我慢かな。ちょっと我慢して代わりにこの星2以上5枚あるやつ引くか。いやー、だからね、ちょ、無料分で出、おー、まあまあまあ、星2だから国神なだけだよね、きっとこれは。こっちで星3出るんだったらあっちで出てよってなるからな。そうね、演出的には、金玉にならないで、まあ一応右に飛んだぞということですが、まあ全部星2なんじゃないかなというとこですね。おっと？こっちで出るんかい。時光久々に見たな。そうですか、まあまあまあ、星にチケットでね、星さん出てくれたんなら、それはそれで悪くはないんだけどね。65で止まってて、1ピースだけ持ってて26で上げられないよってやつか。まあ65から70はね、そんなに意味ないっちゃないんだけど、せっかくだから、レベル上げとくか。4ピースでいいんでしょう。4ピースでいいんだったら、まあ、レアランクマッチメダルで、ちょっとレベル上げておきますかね。時光、スピード育成してみるか。4つで、よしと。まあ、成長率的には、やっぱりフィジカルだけど、スタミナにも 35% ついてるから、まあ、フレンドちぎりでね、全力シャトルランで育成してみても、それなりのものになりそうな気はするよね、これ。
ってことで、まあ一応ね、ちょっと、やったーってしておきましょう。調子に乗ったら絶対嫌われてダメになる。はい、ということで、まあレベル70まで上げておく。俺だって頑張れば勝てる。いいよね。はい、ということで、まあ今回はここまでかな。ちょっとせっかくのね、クリスマス無料分では空振りだったんで、赤スパちゃんな、引きたくなっちゃうけどね、我慢しておきましょうか。特にね、クリスマスちぎりがね、55なんで、2.3% だったらね、ちょっと2回ぐらい引いたらもしかしたら65まで行くんじゃねえかなと思うとね、そうなんだよな。まあ、65でね、ブルーロックマンシュート練習の、白紫とか、加わるのであれば、まあ、自前でね、サポート使って、フレンド別のを借りて、みたいな形で、育成する選択もあるのかな、とかね。あ、そう。特にね、このクリスマスチーにね、60だけじゃなくて、65でも常時スピードアップみたいなの、能力も増えるので、まあ、65まで上げれるとね、でかいはでかいんだよな。いや、だからね、年末年始来るから引く気はないって言ったんだけど、まあ、やっぱね、25分残ってると引きたくなっちゃうから、早く30分経ってくれっていう。そんな感じっすね。我慢しよう。そうで、サポカについてはね、新しいやつをピックアップでは入れておいたわけだけど、75で止まってる覚醒ね、こっちもね、欲しいは欲しいよね、やっぱ。75と80だと、こういう一個違うとでかいからなーとかね、そんなことを思いつつ、まあ我慢しておくのがいいかなという感じっすね。あれ、そういえば集中トレーニング、これ中間報告ないね、今回。開催期間が23日から25日。ああ、だからもう今日で終わりなんだよな。各種ランキングの進捗はこちらにてお知らせ随時発表しますって書いてあるのに、未だにね、なんか中間報告ないんだけど、これどうなってんの？おや？これ多分あれでしょ？文章使い回したけど、23、24、25の3日間開催の短期のイベントだから、別に中間発表する気ないとかそういう感じ？これ。最終日の昼間に中間報告とかされても遅くないみたいな、そんな気もするんだけどね。どうなんだ一体。でね、多分ね、俺の場合ね、どの選手でもいいからって言われると、結局ちぎりになってしまいそうな気がするんだけど、このちぎりだとね、ちょっとさすがに称号もらえない気はするんだよな。みんなもっと強いもんね。まあだからそういう意味でもね、今回のやつでちぎり出たら、もうちょっと強いちぎり作れないかと思ったりするかなとは思ったんですが、まあ残念ながら、まあ今回ね、無料分では、引けなかったので。サンタの服着せるなら、俺よりも国神や家門の方が似合いそうじゃない？どうかな。国神はまあオレンジは結構鮮やかな感じもするけど、イエモンはないだろう。今だったらサンタに足のケアグッズや新しいシューズを頼むかな。なるほどね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。以上。